はい、こんにちは、原田農園です。今日はですね、4月7日ですね、火曜日です。今日はですね、今日はというか今日もかなり天気が良くてですね、そろそろ、こちらですね、トウモロコシの、苗がですね定植できそうなので、ちょっとですね今日はですね、トウモロコシの苗の方を定植していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、こちら、トウモロコシの苗ですね。結構大きくなってきてですね、あまり大きくなりすぎるとですね、うまく育たなくなりますので、これぐらいですね、1、2、3、4枚葉っぱが出てますけど、ちょっとそろそろ定植しないとですね、これ以上大きくなるとですねまずい感じなので、4枚ぐらいですね、出てる3枚から4枚ですねの、感じで、定植の方をしていきます。で、定植方法なんですが、まずですね、定植する前に液肥に、ちょっとドブ付けしますということで、こちら1枚持ってですね、ちょっと外まで出ていきます。はい、で、こちらがですね液肥、こちら JA で買える組合液肥2号というものをですね、規定倍率500倍で、溶いてですね、この水を作っております。なのでこちらは、液肥が入った水になります。で、これをですね、このセルトレイごとザブッとつけますね。こうしてつけることによって灌水とともにですね、液肥をやることになりますので、まあ、根のですね発根を促進するということで、こちらですね液肥の方をやって、それからですね、定植する圃場へ、持っていきます。まあ、少しですね置いておけば、吸いますので、ちょっと重たくなったらそのまま、またこちらの苗箱にですね戻して、はい、まあこれぐらいでいいですね。苗箱に戻して、で、このまま圃場の方に持っていきます。はい、今こちらですね、先日から、定植の準備をしていたですね、圃場の様子です。トンネルをですね剥がして、今定植の方をしております。はい、こんな感じですね。トウモロコシを、定植しております。はい、ちょっと定植の仕方をですね紹介していきたいと思います。はい、定植のちょっと方法を紹介したいと思います。うちの圃場はですねちょっとゴロゴロ土なんで、手でこう定植穴を開けるのは結構厳しいんで、このようなですね、ハウスを建設しているパイプの短いものをですね使ってズボッと、128穴が入るぐらいの穴を、開けます。で、もう何個か適当にずっと開けていった方が早いですね。で、開けた穴にですね128からですね出したトウモロコシの苗を定植して、周りにはですね土をちょっとかけておきます。土をかけておかないとですね、このマルチの間から熱風が出てですね、苗がちょっとダメになっちゃったりしますので、このような感じで土をかけていきます。はい、トウモロコシはイネ科の、植物になりますので、根が大事ですね。なので根を傷めないように128穴からですね取り出して、定植の方をしていきます。2人でですね両方から作業すると早いですね。はい、こんな感じで
定色の方をしてですね、あとはパスライト不織布を上からかけて、だいたい等間隔ぐらいで、まあ適当なんですけど土で不織布が飛ばないように止めてですね、で、トンネルのビニールを戻して定色終了となります。はい、ということで今あちらからずっと定色の方をしております。4月からパートに来てもらってますということで奥さんではありません。一応あの多分コメントで奥さんですかっていう質問があると思いますんで、4月からパートに来てもらってます。またちょくちょく登場すると思いますが、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はうちの母とパートに来ていただいてる方と2人で定色の作業をやってもらってます。はい、以上で、トウモロコシの定色作業の様子は以上です。お疲れ様でした。